スカジャスラッです。今日それはこちら、高回転ペッカミラーやっていきます。さあ、ペッカがですね、ここ最近、地味に強いと、話題ですね。まあその工場馬場進化が出たとか、まあそういうのもあるんですけども、まあ、ペッカ自体がね、少し前調整で強化されて射程がね、はい、伸びたことによって使用率がね上がったのかなと思います。まあ最強ぶっ壊れってほどではないですけど、まあ普通に単体で見るとね、ペッカ今だいぶ強いので、まあそんなペッカをね、はい、まあ、高回転でね、ミラーして、出しまくっていこうよと、言ったデッキを今日は遊んでいきます。よろしく。そしてね、タワーガール使っていきます。タワーガールじゃねえな。ダガーガールね。ダガーですね。はい、ダガーガールです。名前は間違えないようにね。はい、していきましょう。で、今回はその工場とかバルーンとかスケラとか、なんかペッカデッキにあるようなね、もう一つのなんか攻めカード、ツーウェポン的な感じでもなく、ペッカだけで、はい、戦っていきます。まあ、一応ボンバーとマジアチャはあるんですけど、まあ、ペッカだけでね、十分こうタワー殴れるんでね、そっから殴れるんっていうぐらいね、地味に射程長いんでね。よいしょ。で、これエリゴリか？これも買ったんじゃね？もうきつそうだけどな、これ。相手、マジアチャ、アホ入るぞ。さあ、マジアチャが超きつそう。で、ここにはトルネードもありますよと。え、あ、でも俺はね、相手のエリポンがちょっときついので、こういうのでね、行っちゃおうかななんて。で、マジアチャでね、コウモリキアしばいてあげて、よいしょ。さあ、エリゴルはね、成敗。いやー、ペッカの一発、重いんでね。いやー、まあちょっかいかけてもいいが、あー、めちゃんこいい受けだな、それ。まあ、ほどほどでいいでしょう。エリゴルがマジ、こっから負けられるんでね。エリゴルって、おもろいのが。こっからでもちょっとピンチになっちゃうので。よいしょ。まあ軽いちょっかいだけかけて、まあエリポンは壊せないんですよね。そう、壊せないけど、まあ頑張って守ろうや。頑張ってペッカで守ろうやって感じか。さあ、まあ2倍タイム入ってくるので、こっからはね、まあマジアチャミラーもできるしね、正直。え、マジアチャミラー強くね。まあ、ヤナアメレイジとかはね、多分打ちたいと思うんですよ、相手は。どっちかに打たなきゃね、残っちゃうんだね。さあ、これもね、今ヤナアメ使ったんで、まあ、進化ザップっていうパターンがあるんですけど、全部生きてんな。ペッカがなんか強すぎるか、溶けてねえな。しかも、え、来た、チャージしなきゃね。ダガーちゃんはね、チャージしなきゃ攻撃できませんからね。よしよしよし。さあ、ペッカが、いや、体力普通に多いしな、ペッカって。溶けない。うい。さあ、キングまで、折っていきますよと。なんかね、まあ、ペッカって本当に、さっきも言いましたけど、ペッカをなんかおとりにしつつ、まあ、そのね、工場バーバリアンサスだったり、ユーノサスだったり、ありますけど、ぶっちゃけペッカだけで十分なんですよね。ペッカだけでも意外と止まんないもんですから。さあ、ハムキチ君、雑にペッカ出していきたいけどね。さあ、ハンターは珍しいな。ロイジャイぐらいにしか入ってこないんで、まあロイジャイかなーと警戒しながら射抜いたりもしたいが、まあゆっくりいきますか。ヤナアメ使った、まあヤナアメレイジのね、ロイジャイみたいなね。え、強い。あー、まあこれは一旦待ってもいいね。で、まあ、マジア、全然違うな。ユーノハンターリトプリね。なんだろうね。ペッカミラーしたいけど、そんな余裕もないよと。まあ、コウモリでいいか。さあ、ハンターリトプリユーノね。何のデッキだろうね。これ、ケツペッカしていいかな？しちゃおうかな。まあ、ドリルだったんや。あ、待って、ミスった。スケとボンバーどう考えても逆ではあるが。うん、やばすぎ。単純なドリルか。ハンター相手なんかね、わけわかんなかったな。まあでも、意外とペッカの受けが薄そう。射抜けそう。
よいしょ。まあペッカで攻めるとか言ってもほぼマジアチャですけど。うん、なるほど。いやマジアチャ強ってかペッカ強っ。さあこれでさっきまでのダメージはチャラになりました。え、でかいねこれ。これさメガナイトも咲いてさ、まあリトプリか、普通に受けきついと思うんだよねマジでチンパン。いやドリルか。いやでも出たダガーガールさ、暇してる。いやー結構暇してんな。ダガいやいいオールブレイカー、やめろ。いけ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 。さダガーが暇してることによってペッカが刺さるんですよね。これでいけよ単純にペッカが止まんないっていう。よいしょ、マジでペッカ強え。ペッカ出すだけで強え。ちょっとミラーしてもよかったな、今せっかくならミラーしてもよかったが、まあ、ボンバーで射抜いてもいいだろう。さあマジアチャもあるし、ボンバーもあるんでね、相手視点警戒するとこがちょっと多くて大変みたいなとこはありそうで、ペッカこれ高めっすね。まあ、ウォールブレーカーを止めれば勝てると思うんで、ドリルは適当にね、他で。で、トルネミラーで最悪。トルネのダメージっていくらあんの？落ちねえな。やべ、やべ。ん？落ちた。熱い。おー、危ねえ。さ、何かが刺さった。でも単純に強いよな。それこそ対メガナイトね。まあ、あとは何だろう。何でも強くない？ペッカって。なんかその、サブ系に弱いっすよね。盾の戦士とか。まあ、テスラとか。なんかそういうのにね弱いけど、これ主軸対決の中だったらホグもしばける、ジャイもロイジェイもエレジェイもゴーレムも何でもしばけるみたいな、冷静に考えたら強すぎるんですよねペッカ。対面何にも負けない超強いカードではあるよね。おー、まあラバかな、ラバかゴブジェイかみたいな感じではある。おお、え、なんだろう、ゴレ的な。あー、いやゴレっぽいな。いやペッカ悪くないな。まあこれマジャチャしばかれちゃうんですけど、ダガーがたまればライドラーしばけます。てかちょうどいいぐらいにたまんなければ。やべ、あっ、やっちったー、持ってんねー、もったいないね。近畿はねえな。いやー、さすがに警戒はねしてくると思わせて、よしよし、ここダガーがねうちのダガーが優秀ではある。エリポンあんのかよ。え、エリポンしょっぱ、マジでしょっぱいな。ライドラね、いや、ペッカミラーで戦いたいな、正直。これ、ペッカ行って、逆サイ端前単品ペッカちょっとあるね。ねえか。ねえか、もしかして。うん、そんなコストがねえか。いや。いや、まあ、スケドラで飯食われるな。やべ、なんかさっきからライドラのタイミングむずくない？怪しすぎる流れが。でもこういう時は冷静に守るのが大事なんですよ守れるかな。マジアチミラーで取りに来る。いやー、これ耐えれねえか。マジ、エリポン、エリポン、ペッカでもゴーレムに勝てない時代ですか。そういうのやめてください。まあ、エリポンっすね。こんなデッキ使ってるから。エリポンが、ハゲた。いやー、1倍タイムで、なんか片サイドペッカで、ライドラを使わして、もう片方にミラーペッカとかできたらちょっと熱かったかもしれないんですけど、まあ、エリポン枯れちゃったんで。
しゃあないか。壊せねえんだよな。このデッキだとね。もうプリンスストアは珍しいね。さあ、雑にペッカを抑えていきたいが、まあリトプリとかにはね、マジアチャでいいやろ。ボンでも射抜けるしな、マジアチャでも射抜けるんでね、そこはちょっと強いと思うんだよね。あー、これあれっすね。ジャイスケだった。マジアチャ延命したら相手きついんじゃね。マジアチャ2歩ぐらい歩いて。でかい。届くんじゃね。届かないんだ。これペッカの受けちょっときつくない相手。ジャイ釣り的な。間に合い。一発うおい、からのもう一発、うおしい。いや、この一発に価値あるかんな。正直。いや、熱いな。今の一発はね。ジャイスケだね。まあ、ユーの言ってジャイ釣りかな。ペッカでしばいて。ペッカで早めにしばきたいな。ボンバー相手いたっけ？よいしょ。ボンバーがいい。ボンがいい。え、熱い。コウモリやばいな。コウモリの量がなんか異常ではある。しかも、やべ、早くチャージしてくんねえと。いや、まあまあええんじゃね。だいぶ抑えたな。400ぐらいしか受けてね。さあ、まあマジアチャ強えな。相手がヤナアメザップっしょ。タイミングかぶったらこれ結構デカめのコストをもう一枚割かないといけないから相手視点苦しいけどね。さあ、いいね。まあマジアチャ出しながら、まあペッカでしばいちゃう。俺あれがないのが渋いね。ウッド系がね。いやー、いいね。ペッカの対処がね、素晴らしくはある。まあ、ちまちま攻めて、マジアチで射抜きてえな。ペッカでも射抜きてえな。さすがに右かなーとか見せかけて左ドッキリもあるよね。怖っ。これ行っちゃっていいね。行っちゃってから、もう一回ペッカで行っちゃうとかもおもろいけどね。これ。いやー、で、ジャイこっちに連れてきたりして。いやー、しかも強え。いや、いいね。いや、これペッカ置いてそう。そんな攻めてバックだったら。早めにしばいて。いやー、ジャイのね、その調整がうまいな。でもなんか狂いそうなんで、端前とか行っちゃってもね。いや、マジアチ残って。行っちゃっても強そうみたいな。よし。で、マジアチでちょっかいかけて。ヤザ使った。え？ヤザ使ったよな、今。おしゃれコウモリコウモリ。コウモリコウモリ。刺さることあんのか。え、言うの負けた方がいい。なぜなら、ボンバーがいるからね。え、強っ。コウモリコウモリが刺さったな。え、このなんか、地味なプリンセススタンプを最近手に入れました。明らかにペッカ強かったな。相手がジャイっていうのもあるけど、出し毒すぎたね。さあ、マイナーって書いてるんで、まあディガー削りと信じてペッカ出しちゃう。いい。ナイトダクネってなんだ。そんなデッキあるっけ。なんだろう、ゴレなんや。やべえ、出さんきゃよかった。だがしかし、俺は守る。よしよしよし。逆に相手苦しいみたいな。ないこれ。ライドラ使ったよ。いや、ライドラ使っても結構入んのやばくねこれ。え、もうついね。もう一発、うおい、やばこれ。こっちは延命したいよな。でも右も延命したいけどね。
いやね、これね、8枚ペックあるガチ。マジで、マジで言ってるけどね。ガス。いや、コウモリ残らないで欲しかったな。いやー、2発ぐらい欲しいけどね。1、2発。うい、え、うわい、やばすぎ。3発。ペック出してるだけなんだけど、それがまた強いね。いやー、相手困ってんじゃん。さあ、ちょっとチャージを減らして、あー、それ嫌だよね。変なチョココウモリ来て、やべ、マジ世界で一番下手くそな8枚ボンバー。なんでこんなボンバー下手なんやろな俺。マジやべえ、こっからでも負けんのがクララなんだよな、おもれいことに。さあ、これは右と左両サイペッカ行こう。ライドラは1体しかいないんでね。よし、ライドラ使え。熱い、まあトルネもある。相手は、ね、そっちに使うよ。でかっ。さあ、ペッカがやっぱね、苦しいんですよ相手。単品ペッカでタワー折れんの熱くない？しかもマジアセ最近抜けるからな今の。いやペッカ強っ。いや、明らかに強いよね。ね、溶けないね。さあ、でけえ。ちょっと怖かったけどね。これがミラーペッカね。ペッカが一発ね、殴ってくれるだけで気持ちいいもんな。なんならね、タワー落としてくれた時は。たまったもんじゃない。うーい。スパーキーね。エレキがいねえペッカってでも嫌だな。スパーキーが。まあでも、スケとかあるんで俺は。スケとかに打たせながらもできるか。まあジャイから溶かしちゃうか。後ろ向いてもいい。やばすぎる相手の、その、一旦突っ込んどこう。ユニットブッパがやばい。うっ、さすがに耐えれるか。耐えて。トルネで近畿なんて未来もある。一発ぐらい許す。うい、でけえ。さあ、こうなればもうほぼ勝ち同然ではないのか。まあボンバーでも射抜ける、マジアセでも射抜けんのかね。ちょっといいんだよね。まあ、ケツスパーキーまだ来るよね、どうせ。あー、合わせてくんのね、サイド。ボンバー出して、さあ、これには、呪文を打たなきゃ、スパーキーが壊されちまうぜ。打ってくるね、いいね。で、しっかりまたペッカで回収かな。しかも、柳使ったらマジで最強じゃね。これ許容してもいいな。この、ペッカを残すのが本命。いやー、でもいいスケブだなそれ。でもカウンター大丈夫そう？言うのが前行け。あー、さすがにか。まあガゴムレぐらいはトルネで終わるし、なんならタワー折れるな。いけいけ。しかもこのミニペさ、無視できるんじゃね？ダガーだから。うん、絶妙にできるかできないんか分かんなかったけど、できそうではあったか。マジ暇すぎる言うのしとっか。暇すぎる言うのして、ちょっとコスト使ってもらって、もう一発ここに打て。あー、打ちはしないが、この状態でジャイアントが溶けている。ペッカもある。熱いな。これだともうトルネで終わるもんね。え、マジアチ強っ。マジアチ強すぎるな。なんだこれ。よいしょ。まあ今回はペッカも強ければ、それ以外もね、強ければ。
すべてが強かったか。ペッカミラーな。8コス使う前にユニット出しちゃうよね。ペッカ出してから、次のペッカ出すまで頑張って我慢しなきゃいけない。さあ、まあ、トリマ進化貯めて。おお、ビビドロ。ビビドロとかも結構無視できるんじゃね。ダガーだし。逆に近畿とかむずいか。やばい、ボンバーが。さあ、まあ、マジアチャからの、もうペッカでいいだろう。よいしょ。いく。ふふ、ダメだったかな。いや、これでもランバー落ちてからの、やばい、ランバーが落ちない。やばい、コウモリが全部消えた。ショッピー。いや、でも、ペッカが、ペッカが止まんない。いや、ペッカやばい。しかもボンバーでこれ落とせるんじゃね。いけ。落ちる。でかさ、11交換なら許せるな。ギリ、マジのギリギリではある。いや、これね、熱い。これナイトをこっちにやればさ、マジして射抜けいい感じに射抜けよ、射抜けよ。お、でかい。さあ、ランバーバルーンですね。はい、まあトルネ2個あるんで俺勝ちです。トルネ2個あるっていう。だからペッカいるんじゃね、これ相手。いねえのかな、ボーラー的な方かな。よいしょ。もうなんかペッカマジアチャ組んで、この防衛苦しいだろ。いやー、ペッカマジです。もう一匹ね、ピキなんペッカって。やべ、やっちった。本当に頑張れ、協力プレイ。10ワンパンできない。でもこのペッカちょっと強くない？え、ちょっとうざいっしょ。相手してん。目がないとおんのかい。いや、まあ頑張ってはいたね。いや、一応ここは何もしなくても止まりはする。よし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 。さ、流れがいいというか、ペッカが相手きつそう。許容できちゃうもん。まあこれ言うので止めてボンバーで射抜く。でペッカもいっちゃう。でここのコウモリがうざいみたいなね。やばいやばい、普通にあのペッカが、ペッカの前に言うのとボンバーが強すぎて終わっちゃった。いや、ミラーペッカを輝かせたいんですけどね。輝かせようと思って輝かないんだよな。むずいな。ファルチェ。縦線。あらまあ。え、ファルチェも縦線も裂いちゃって大丈夫？このまま端前ペッカしたらさ、終わらん？まあ、やってみるか。ケツでもよかったけどね。だいぶ。だいぶケツでもよかった。からの、アイスピみたいな。ペッカ行け。これだってさ、ワンチャン一発殴るよな。いや、届かんか、さすがに。うん、まあケツペッカチャンスではあるか。チキン。お、いや、コウモリだけで抑えられんのはね、だいぶ幸せな展開。許容か？え、えぐ許容だな。え、ボンバどこ行ったん？縦線殴られたん？え？ズルしとるやん、縦線。え？なんで？そんなことある？え？そんなことある？やられちってるやん。まあもう一回ケツペッカだな、これ。
焦らずね、ゆっくり行くよ俺は。まあ言いに来たくもなるが、まあ両サイ行くのがいいかな。うん、それはねちょっと強すぎるよねこのテスラは。まあ、ゆっくり行くよね。コウモリが寝てはいる。タワーがね、まあまあまあ許容しましたから。これ絶対きつい相手。ここで行くのはミラーボンバー。 でかいミラーボンバーじゃない、ミラーユーノ。熱すぎるユーノ最高、気持ちよすぎる。さあということでこちらね、ペッカミラーね、ちょっと皆さんもね今ペッカ強いので遊んでみてください。ではお過ごしさ。